皆さんももうさすがにニュースで聞いたと思うんですけど、17日ぐらいからね、続いて、えー、レバノンで同時にね、一斉に、えー、ヒズボラ戦闘員が持つポケベルやトランシーバーが爆発して、えー、死亡したのは40人近くで、3000人以上が負傷したっていう、もうまさに映画のようなね、事件が、事件というか出来事がレバノンで起きていますね。えー Just in case. 一応まだこの映像を見たことない人にあんま血とか出ないような、えー、映像を見せたいと思いますどうやってその携帯というかポケベルが爆発したのかというのをはいすごいですよねいきなりでこう近くに見たら分かるんですけど子供がいたりしてね、えー、でこの犠牲者の中に残念ながら子供も含まれているみたいですねだからまあもちろん世界からはいろんなタイプの反応がありますね、えー、国連もすぐこの 出来事においてすごい心配を懸念を表したっていうか、えー、自制をするようにっていうことをね言ってるんですけどはいでこれねヒズボラはすぐイスラエルの攻撃だって言って指をさしたんですけどイスラエルはいまだにこのはっきり反抗声明っていうのを出してないですね、えー、でもこれはもうほぼ100%イスラエルの攻撃っていうことが確かですこのモサドっていうイスラエルのシークレットサービスっていうかそういう情報機関ですねスパイとかのそこが えー、仕掛けた技なんですけど、まあ、俺はもちろん、この、まあ、すごい映像さ、次々に出てくるものがね、もう病院がもう血まみれの戦闘員で溢れ返ってもう対処しきれないみたいな。で、その爆発する映像もそうだし、まあ、何度も言うけど、この動画で多分19回ぐらいは言うと思うんですけど、もう映画のワンシーンさ、いきなり大爆発。 みんなの携帯が、みんなってヒズボラのみんなの携帯がね。で、だからもちろんそれを見て、それは素晴らしいものだ、みたいな、嬉しいものだっていう反応は示さないのさ。こうやって実際一般市民も巻き込まれて、子供も亡くなってるのが事実だからね。えー、だけど、まあ、この本当に不思議なっていうか、特別なタイプのこの攻撃をイスラエルがね、このヒズボラに 仕掛けたここことによっってててすすごいいのの影響っていうのが出てくるんですねこれから、まあ、それは後で話すんですけどまずこれがどうやって仕掛けられたかっていうのをねちょっと軽く俺の知ってることからねシェアしていきたいと思いますね、えー、まずヒズボラの戦闘員たちはもちろんこういう情報戦であるものを知ってるからねでイスラエルがそういうのには強いってモサロがすっごい強いっていうのをヒズボラも理解してるので、えー、ヒズボラは自分のこの戦闘員たちに iPhone とかそういう 技術が優れた機械を使わないように促してたんですよ。っていうことで、皆さん、ポケベルって言っても、俺の世代の人たちは正直わかんないんですよ。マジ、卵っちかなと思ってました、あの携帯。はい。けど、このあえて縄文時代のような携帯を使わせることによって、もう彼らは自分たちの場所も特定できないし、みたいな。こういう俺らがメールとか電話する情報も盗聴できないし。っていうことで、あえて縄文時代に戻ったんですよ。時代を逆ならせたんですよ。 だけど、これをすぐさま聞き分けた、この噂に聞いたモサドは、このポケベルをね、この通信機器を供給する会社にすぐ行って、まあ、そこがどういうね、交渉したのか、具体的にはもちろん明かされてないんですけど、そこで、ヘズボラの手に渡る前に、一つ一つの携帯、そのポケベルの電池の近くに、この爆発物を入れるんですよ。 でこの写真も見てほしいんですけどこの一つのねこの一つのシグノンまあメールでこの爆発物をに引火することができて爆発させることができるっていうそういうシステムをモサドは何ヶ月も前に作り出してたんですよもちろんこの機械がヘズボラの手に渡る前にでそのポケベルがたまたま台湾で作られたものだったり日本製のものだったりってアイコムって言ってね まあそれがどこか、どこまで本物かっていうのは分かんない。まあそこは別にどうでもいいと思うのさ。どこ性が関係ないから。俺らは、俺らっていうか日本とか台湾は仕掛けてないからねで。それをあくまで仲介した、まあハンガリーにあった会社って言われてるんですけど、が、モサドとワンちゃんもしかしたらコラボして、そのヘズボラに渡る前に、どん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 ぶっ込んで、それをヒズボラにばらまいて、数ヶ月経った今、ピロン,ピロン,ピロンっていうような、 何度も言いますよ。3回目ですよ。映画みたいなんですよ。マジで。映画が現実に来たっていう、すっごい攻撃だなって思いました。これはもう一つの戦争の中で今まで見たことないような、えー、ものですね。で、まあ、この戦争がね、新たなフェーズに入ったってことをね、まあ、ネタニヤフ、イスラエルも言ってるし、他の専門家から見てもそうなんですよ。で、それがなぜかというと、これは、 もちろん、肉体的な、物理的なダメージを与えましたよ、イスラエルはヒズボラにね。そうやって、足を負傷させてやって、この何千人規模でね、目を負傷させて、そしてリーダーたちも殺害することができたって。だけど、皆さん、想像してみてください。絶対ありえないことであるけど、あなたがもしヒズボラ戦闘員だったとしてください。自分が持ってる携帯、まあ、自分のはたまたま爆発しなかったからこうやって手放せたかもしれないけど、仲間たちがどんどん、この、 失わわれたたりり、えー、怪我ししするわけでしょこの爆発で不審なその時あなたがヒズボラ戦闘員だったらどれだけ恐ろしいですかだって次何をもって人々とこのコミュニケーションすればいいなんてこのポケベル以前に縄文時代以上に逆戻りたいって言ったらもう糸電話いませんヒズボラ戦闘の皆さん今日からこれ使ってくださいってなるんでしょうか で次、車のエンジンかけるとき、そしてエアコンのスイッチつけるとき、テレビのスイッチつけるとき、このテクノロジーをいちいち使おうとするときに、彼らは、みたいな、<laughs> え、あん I gonna do this? あんまり press the button. <laughs> みたいな、もうロシアンルーレットをやってるときのかのような、この恐ろしさがあるんですね。だから、これは本当に心理戦っていうか、心理的なこの恐怖っていうのをイスラエルはヒズボラに。 与えることがで、きたんですねでこのヒズボラ、今回はたまたまねヒズボラだけど、それはもちろんヒズボラだけじゃないですよね。イスラエルは他の、イスラエルに攻撃を続けるフーシ派や、えー、ハマスや、そして他にもたくさんありますね。イランもそうだけど、こういう敵たちに、この自分たちの,この強さっていうか、うん、恐ろしさを、まあ、うん、見せつけたと思うんですね。完全にこの メッセージを送ることができたんですよ。イスラエルはその敵たちに。Don't mess with us. あの、ちょっかい出してくんなよ、みたいな。結果これだよって。お前たちが、そういうことをしてくるならね。俺らも返しするよって。その力を俺ら持ってるよっていうのをはっきり見せ,見せたと思います。この、巻いたものを刈り取るって。本当にこ、これ、このままですよね。皆さん、復習しましょう。ヒズボラとイスラエルの関係。まあ、ずっとヒズボラはね、イスラエルに攻撃してきてるんですけど、 ヒズボラ特に10月7日以降、もう絶えず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 イスラエルにミサイルをぶち込みまくりパーティーしてます。それによって10万人近くのイスラエルの北部に住む、ね、住民たちは南部に避難,を、ね、避難生活を余儀なくされてるんです。もう1年間ですよでイスラエルの弟のションションに電話するたびにまだそのキリアッツ・シモーネっていうね え、一番北の街あるんですけど、そこの子供たちは学校にいんのって。まだホテル生活してんのって聞くと、してるって。帰れないんですよ、彼ら。で、ネタニーアフ、もう彼らを返したいんですよ。でも、リアリスティキリ、現実的にそれができるかっていうのはめっちゃ遠いと思いますよね。今、だってヒズボラもこれだけの大きな規模の攻撃をされて黙ってるかって言ったら、もちろんそんなことないですね。またこの敵中が、なんていうかな、敵の 組織たたちががが盛り上がってイスラエルを攻撃したがるんですよねこういうことをするときに、恐れはあるかもしれないけどね。はいだから、今回のこの攻撃がどういう意味を持つのかっていうのは、めっちゃでかいと思うし、また、この戦争が新たなフェーズに入ったって言ったら、本当に間違いないと思いますね。俺も最初は、なんでこの報告が遅くなってるかっていうと、マジで意味が分からなかったの、正直言って。 レバノンのヒズボラ戦闘員のポケベルが爆発みたいな。えどういうことみたいな。冷静に分かんなかったのさ。普通になんかそういう機械の故障かなみたいな。たまにあるやん、飛行機とかに。だからさ、飛行機にモバイルバッテリーとかも預けられないでしょ。<laughs> 飛行機乗ったことありますか大丈夫。はい。だから、調べれば調べるほど、このモサドの攻撃のこの規模っていうか、プリサイズどれだけこ細かいものであって、計画されたものだったかってすると知ると、 すごくこのゾワッとします、ねはいまあすごい力をね、えー、見せつけられたんだと思いますこれからまたうんこういうのがあるたびにね、まあ、戦争っていう本当に醜いものですよだけどその現実を無視して「はい市民が亡くなった」って言ってまあ戦争っていうことを何も知らずに批判大合戦、まあ、始まってると思うんですけど今もね、えー、だけどやっぱり現実だからねこの どの国が自分の国にもう一年間近くずっとミサイルぶち込んできて、それによって自分の国の民もなくなってるし、どの、どのような国がそれをされ続けて黙ってるどのような国がそれをされ続け何も反撃しないありえないと思います、そんな状況。ね。だから、もちろんこうやってヒズボラに返答っていうか、retaliate。 反撃する、報復する権利はもちろんイスラエルにあるし、むしろするべきさ。で、確かに悲しいよ。現実的にこうやってヒズボラの人たちがこうやって苦しまなきゃいけないの、悲しいけど、何度も言うけど、聖書にある通り、彼らは自分のまいたものを刈り取んなきゃいけない。そうやって、悪につけ込んで、こういうことをポンポコピンピンしてるなら、そういうの結果があるわけさ。俺らもそうじゃん。罪を犯すときにその結果がある。肉体的なものもそうだし、霊的なものもそうだし。 だから確かに悲しいけど、レバノンでこうやって起きてることがね。But that's the reality. それが今の現実なんですよね。で、何かを他にもう一つ言おうとしたのが、あ、そうそうそう。ヒズボラっていうのは決して、このレバノンの正式な政府ではないっていうことを、皆さん覚えておいてください。何回か紹介したことあるんですけど、レバノンっていうのはもともと素晴らしい場所で、まあ今もって言いたいけど、まあ今はこの現実があるからね、もともと本当にクリスチャンにとっても、 ユダヤ人にとってもそしてイスラム教徒にとっても本当に平和で平和のある場所だったんですよ全ての人が平和に暮らす場所だけど証し紹介したことあるようにレバノンでこのヒズボラが入ってきたことによってこのイスラム過激主義がどん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 はびこっていったことによってもともとずっといたはずのこのもう何千年レベルのクリスチャンたちをこのまさに初代教会で救われたい時のようなこのクリスチャン世代その一家というか一族 が,迫,がれ迫害され始めて、国外追放され始めて、みんなアメリカに逃げたりってしてるんですよ。That's the reality. だから、確かに、まあ、今もそういう人たちいるさ、苦しんでる人、ヒズボラを本当に嫌がってる人。だから、ヒズボラとレバノンはまあ別ってことですね。だから、これはガザとか、えっ、ー、と、ジュダヤサマリア、ユダサマリア地区、その西岸地区とかっていうのと、ちょっと状況が違うんですよね。Because llah, Like ヒズボラ ヒズボラはもちろん土地的な争いでももちろんないわけさ、ね。彼らは別に支配されてるわけでもないしさ。このガザとか西岸地区の人たちはそうや、それを理由にしてこうやって反対してるって、反抗してるって言いますよね。このイスラエルをすごく嫌がって嫌って批判する方々も、いや、イスラエルが彼らを支配して制圧して、こうやって植民しかっていうか、この、なんていう、 天井のない監獄にぶち込んでるからこういう10月7日のようなテロ攻撃があったんだろうって言うけど、But what about Hezbollah? What about Hezbollah?Hizbollah He に関してはどうでしょうイスラエル、h e z b o l l a h に何をしてきたこれまで ?And remember, Iran. イ,イラン、うん、地図見ましょう、今から開きましょう。イラン、どんだけ遠いところにありますか ?But they still attack Israel.What about h o u t h i s フーシ h どうでしょうかイエメンですよ。え、待って、イエメンどこですか地図見てください。あんな遠いんですよ。 You see, this is not about land. これは決して土地のためとかそういうものではないんですよ。もちろん確かに。I'm not denying。俺は別に困っているわけじゃないんですよ。パレスチナ人で、そうやってイスラエル、とのいざこざに巻き込まれて家を追い出されなきゃいけなかった人がいたりとかそういう現実もあると思うの。だからみんながみんながポンポコポイしたくないけどこれを大きい目で見たときに、遠い目で見たときにこれは決して土地の問題でもないしもっと深い深い深い,深い。 もう信仰的な、霊的なものがあると思うんですね。はい。っていうのを今日は話していきましただから、we can, we, can never, we can never stop praying for Israel. イスラエルのために決して祈りやめちゃいけないし、皆さん、時が近づいてきます。あの、10月7日からもうちょっとで1年です。u n b e l i e v a b l e u n b e l i e v a b l e この今、どん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 この戦争の現状は激しくなる一方ですね。We need to keep our eyes on. イスラエルこの場所に目を止めて祈り続けてただ主の御心がなっていくことを祈りましょう。俺は何度も何度も言いますけど、イスラエル完璧な国って言ってないし、IDF が完璧とも言ってませんけど、確かに彼らはこの何ていう世界で一番と言っていいぐらいの、モラルのある軍隊だとは、俺は思ってますね、いろんな情報を見て。はい。まあ、いろんな意見を持つ人は、いいと思うんですけどね,それでね。けど、ただただ主の御心がなっていくように祈りましょう。はい。ただただ、イエス様。 ジーザスイズオイエス様が結局これら必要なだけなんですよ。こうやって政治的に戦争どっちかかって,てボンボコっぽいじゃないんですよね。もうただ、イエス様の御心が、イエス様の,の救いがあの地に起こりますように。ユダヤ人だろうと、パレスチナ人だろうと、レバノン人だろう。いつもマサ。ただ、救いが広がって、御国があの地に来ますように。はい。見てくれてありがとうございました。Thank you so much for i 最後なんでそんなかム悔しい Thank you so much for watching guys. God bless you everyone. And I'll see you in the next video. チャオチャオ